ちょうど落ち着いたんで、はい、出会いました。大丈夫ですか？今日いらっしゃれなかった一名様にあのこう全員でこう会いに来るっていう、はい、すげえ、ありがとうございます。あ、大丈夫でした？僕ら来ちゃって大丈夫ですか？あのいや、ちょっとぜひお会いしたかった。あ、よかったよかった。あの こんだけこうバイクブーンとか現れたら、あの通報されたらどうしようとかちょっと心配しながら来たんですけど、いや、よかったよかった。いや、ありがとうございます。すごい嬉しいです。はい、いや、ぜひですね、まあ、さっきみんなではちょっと撮ったんですけど、はい、ちょっとあの この場にいなかった、その場にいなかった1名とも一緒にこうみんなで一緒に写真を撮ったりとかしませんか？はい、はい、ぜひ真ん中で、はい、名前聞いたね。名前バレバレで言っちゃってるんですいません。はい、明日のお祭りはいらっしゃるんですか？はい、あの明日のお祭りは明日も仕事なので。あ、そうですか。じゃあ出れないです。そうですか。じゃあ明日も遊びに来ないといけないかな。すいません。はい、じゃあどっかで撮ってもいいですか？はい、いや、すごいですね。あの毎回ミーティングのたびにそうなんですけど、何の誘導もしないで皆さんのバイクビシッて並べるんですよね。こうここなんか4台入ってますよ。すごくないですかこれ。この一つの車の列の中にすごいですよね。よし、いやまさか A コープが最終集合地点になるとは思わなかったですね。あ、すごい、ここもたくさんバイクが。というわけで、北海道ミーティングのフィナーレは、あ、そうです、あ、一緒にですか。まあ、北海道ミーティングのフィナーレですね。A コープで、はい、みんなで記念写真ということになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いや、あの彼はですね、なんだろう、あの風俗通いが好きな先輩が思ってたですね、いい先輩持ってますよね。大好きです。本当人格者だと思います。もう、あの僕も見習って精進しないといけないなって。行きましょう、好きのね。すいません、はい、はい、すいませんでした。あのいや、本当、あの僕たち本当はすごい真面目な人間で、さっきネタ合わせしたんですよ、ね、そうです、はい、はい、あのそういうことですからね。はい、あというわけで失礼します。はい。